よーい、はい、で、そのまま残って飛ぶんじゃなくて、こう上半身をビクッてこう立てて、飛んでいく方が、スピードは上がってくるんです。何かと、この下半身だけの力じゃなしに、一瞬で、このね、丸まっている体をピンって伸ばすっていうのが大事です。これがないと、早く遠くに飛ばない。ここちょっと意識してね、手を前に出す人は、シュッとこう、しっかりと、前に素早く出していくとか、そういうのをちょっとしっかり、気をつけながらね。はい、こんな行きます。10メーターぐらいまで。はい、行きます。よーい。はい。OK。右足がまだちょっと蹴り込めてないから、あそこもうちょっとしっかりバンってこう蹴り飛ばしてあげてください。じゃないと、曲がったまんまやから、こう、ふわーんと斜め上に飛んでるんですよ。しっかり、短く強くバンと蹴ってあげてください。はい。じゃあ行きます。はい、よーい、はい、まだ入った時にストリームラインの細さが全然ないんですよ。このまま入ってるんで、だから最初に言った時に肩のここのところでブレーキかけてる可能性あるから、飛び込んだらキュッと頭のこの耳の後ろを挟んであげるという感じで、はい、やってあげると、もうちょっと水の中の動きになってくる。はい。じゃあ、行きまーす。はい、90かけてますね。はい、行きます。よーい。はい。この入り方がひどすぎる、ね、これはね、だからこれもしっかりとこの飛び込んだ時に入水する時にこの電話あるじゃないですか、電話下になる電話をキュッとこう上のねここのところでこう乗せてあげるという感じで入ってあげるとストリームラインっていうのは細くなるんで、はい、そこちょっともう一回ね、はい、ほな行きます。はい、行きます。よーい。はい。ああ、オッケーオッケー。まず構えてるところの、この背中の、丸まってる猫背めっちゃきついんだ。で、そのまま、このまま、この猫背のままジャンプするって感じだから、ストリームライン組んだ時に、今度、この後頭部と、この腕のところに隙間が持ってくるんだ。だから、そこを飛び込む前にちょっと胸張って構えて飛んでいこう。そしたら綺麗にここ踏めると思う。はい。はい。いける？はい、いきます。よーい。はい。よかったじゃん、飛び込んで入水まではよかったんけども、キック打ってる時にちょっと左に偏っていくんです。だからそこはもうしっかりまっすぐ下向いた状態でしっかりキック、クリーンやった時にちょっと斜め向いてもうから、ちょっとスイム入った時にちょっと違和感が出やすい。はい、大体1キロは円柱の90度ぐらいが、まあ、一番いいですって言われてるんです。はい、行きます。よーい、はい。はい、ちょっと構える時の用意の時に構えはいいんですか、90度高くってなっていけてるんだけど、用意の時にちょっと引きすぎてるような感じがあるから、飛び込んだ時に引きすぎてから飛び込んだ時にちょっと山なりになって深めに入ってしまうから、あれ最初に前に体重かけといて、用意でちょっと自分の中心線のところに戻すっていう感じで、
やってあげるといいと思います。